今日はスペシャルゲストをお招きしています。優しい翻訳塾第7期修了生、フランス在住の釜山めぐみさんです。めぐみさん、こんにちは。こんにちは、はじめまして、釜山めぐみです。はい、今日は、いろいろと、フランスから、翻訳塾に参加してくださって、どんな感じだったか、お聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、まず、めぐみさん、簡単に自己紹介からお願いできますか。はい、私の名前は釜山めぐみです。釜山というのはフランス語でひよこという意味があります。かわいい。で、高校から私は英語科に行っていて、で、外国語大学を日本で卒業しています。で、それから日本で5年間ぐらい社会人をして、オーストラリアで6年その後生活をしていました。オーストラリア、で、この時はワーキングホリデーが2年と、その後英語学校、マッサージのディプロマ、あとマネージメントのディプロマを取りました。で、今はフランス在住5年目で、フリーランスのマッサージセラピストをしています。マッサージセラピストなんですね。はい。翻訳塾のことは、どうして入ろうと思われたんですか？翻訳塾に入ったきっかけは、身体的に自由になりたかったっていうのが一番強い気持ちで、で、日本でもフランスでも、どこでも世界中どこでもインターネットがあればできる仕事、あとは、外国と関われて、あとは英語を使って仕事ができるっていうところに興味を持ちました。なるほどなるほど。でもあれじゃないですか、フランスからだったらなんかちょっと今までフランスの生徒さんって初めてだったので、私ちょっとびっくりしたんですけど私的には翻訳を始めるときに、フランス語で自力で独学で勉強するのか、もしくは日本の翻訳学校に通うか、もしくはどなたか海外に住んでいる日本人の方から翻訳を習うか、その3つぐらいがおそらく選択肢であると思うんですけれど、私は花さんがアメリカに住んでいて、で、翻訳者として成功されているので、こういう方から習いたいっていうのがすごく思っていたことです。っていうのはやっぱり状況が、自分が海外在住なので、そういった気持ちも分かってくれるんじゃないかなって、で、なので優しい翻訳塾を選びました。あ、そうなんですねありがとうございます。で、実際に翻訳塾に入ってみて、で、どんなところが良かったですか？翻訳塾に入って良かったことは、まず翻訳業界のことが分かるようになったことです。で、翻訳業界のこと全く知らなくって、で、どんな世界なんだろう、っていうところから私は入っていって、で、例えば、英語を英語で理解するとか、フランス語をフランス語で理解するっていうのは、おそらく海外生活をされている人であれば、実際の生活で体験していることだと思うんですけれど、例えば2つの言語を英語から日本語に訳したりとか、そういう練習をあまりしていないので、日本語を書く難しさとか、あとはそのスタイルに沿って正しく書くとか、ライティングのスキルもすごい必要なんだなっていうのも、翻訳塾に入って分かったことです。なるほどなるほど。じゃあ翻訳業界のなんとなくどんな感じかっていうのが分かった。そうですね、そうですね。翻訳をする上でやっぱりキャットツールが必要だったりとか、Google ドライブの使い方とか、あとスタイルガイドとか、パソコンの設定もそうですし、あとはクライアントとの交渉の仕方とか、単価の相場、あとは日本人として需要があるのは英日翻訳っていうのも、ここに来るまで知らなかったので、英語が分かれば翻訳ができるっていうのではないんだなっていうことを知ることができました。なるほどなるほど。めぐみさんもね、作戦会議に出られてね、いろいろと相談されてましたもんね。はい、そうですね、そうですか。翻訳塾、3ヶ月受けてみて、
なんか何か変化とか変わったこととかありましたか？変化したことは、まあ、最初入った時は例えば、まあ、何でもいいので翻訳やってみようっていう感じだったんですけど、うん、なので特に自分の分野とかを持っていなくて、うん、どういうことをやったらいいかっていうのもまだそんなに見えていなかったというか、うん、でも翻訳塾に入って毎回違うテーマの課題をさせてもらえるので、うん、例えば産業翻訳をやったり字幕翻訳をやったり医療をやったり、うん、まあ、いろんなあの分野の翻訳に触れることができるので、うん、まあ、得意な分野とか不得意な分野とかももちろんあるんですけれど、自分がどういう文章を読んでいて楽しく読めるかとか、うんうん、この分野を追求していきたいとかそういう方向性が見えたのがすごく良かったことです。なるほどなるほど、まあ、じゃあ全然わからないところから、入られていろんな分野のちょっとお試しでやってそうですね、うんうん、はい、見てる間に、あとは、うんうん、はい、あとは実際にテスト案件を受けたりとか、うん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 、クライアントにコンタクト取ったりっていうのも翻訳塾のおかげで背中を押してもらえたっていう感じです。うん、そうですか。実際にね、なんか案件にもトライされてましたよね。はい、そうですね。今ちょうど選考中なのが、うんうんうん、フランスであるラグビーワールドカップの翻訳案件が今選考であるので、まあ、これが決まればまた秋頃に、そうですね、はい、うん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 、この仕事ができたらいいなと思います。うん、いいですね、いろいろとちゃんと行動されてめぐみさん、はい、全然分野違いのところから翻訳業界に入られてね、 それでそうですね、マッサージの仕事から急に翻訳、うん、っていう、まあ、畑違いではありますけれど、いやでも結構ね翻訳者でマッサージの資格持ってる人も多いんですよ、なぜか知らないけど、なんかそれも不思議ですよね。なんか全然違うことやってみるのも楽しいっていう、うんうん、そうですね、きっとなんか翻訳が頭使うからなんかこう体を癒す方に行っちゃう人が結構いるのかなっていう、かもしれないですねそうですね、うん、やっぱり、まあ、マッサージの勉強をしてきたので、うん、医学系の文章を読むことも基本的に好きですし、あとはもうちょっと硬い感じの翻訳とか、まあ、そのまま直訳するような翻訳、まあ、医療系に多いああいうのもそんなに嫌じゃなくというか、うん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 、読めるので、まあ、医療関係のことは続けていきたいですし、あとは日本とフランスをつなぐようなイベントとかそういうところでの、まあ、通訳とか翻訳とかもすごく好きなので、うん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 、そこでの活動も続けていけたらいいなと思っています。そうですか。じゃああれですね、めぐみさんは翻訳もやりつつ、まあ、今後の目標みたいな感じをちょっと話してもらおうかと思ってたんですけど、はい、今後の目標は、はい、まあ、7年間で理想の収入が得られる翻訳者になるっていうロードマップを、うん、歩き始めているので、うんうん、今年2023年に翻訳の勉強をし始めて、うんうん、でテストに受けたり、まあ、今年スタートを切っているので、うんうん、このまま翻訳をもうちょっと勉強しつつどんどん案件を受けていけたらいいなって思っています。でそれと一緒にあとはもう通訳ですね、イベントの通訳とか、まあ展示会の通訳とか、まあ、あと医療関係とか、あとは、まあ、日本にいる外国人の人の力になれたりとかそういうのもやっていきたいですし、あとは、まあ、日本語の勉強のためにも外国人に日本語を教えるっていうのを挑戦していきたいです。そうですね、メンバー作戦会議の時にね、めぐみさん日本語力を強化するのも兼ねて、はい、日本語をちょっと教えられるっていうか日本語教師みたいな勉強もしてみたらっていう話をしたんですよね、うん、はい、そうです。やっぱり日本人だからって言って、うん、日本語を教えれるわけじゃないっていうのを、うん、結構、うん、文章を書くようになって思うようになったり、で実際にフランスでフランス人に日本語を教えて、うん、こう日本語が喋れるから日本語が教えられるかって言ったらそういうわけではないので、うん、ちゃんと言葉にして説明できるように、うん、日本語の文法とかももう一回見直して、うん、誰かに伝える役にも立つし、私の日本語力の向上にも
なるかなと思って、うん、一石二鳥ですね。そうですね。そうですか。まあ、じゃあめぐみさんは今後こうフランスだけじゃなくてね、日本でも、はいはい、ちょっと活躍の場所を広げたいってお考えなんですよね。そうですね。今年2023年は久しぶりにちょっと日本に帰りたいと思っていて、うん、まあ、約12年ぶりなのでこんなに長期で滞在する予定なのは、なので自分の日本語をもう一回取り返すっていう意味で日本語の勉強もしたいですし、まあ、日本の今の情勢とかそういうところも自分の目で見て、で、うん、まあ、翻訳につなげていけたらいいし、あとは日本にいるやっぱり外国人の人たちともっとコミュニケーション取りたいって思っていて、で、まあ、そういう人たちとイベントのお手伝いしたりとか、まあ、インバウンド系に関わってもいいですし、逆にフランスで何かやりたい人とかのために日本との架け橋になるような仕事をしていけたらいいなって思います。なので翻訳に関わらずとも、まあ、英語とか語学とかそういう国際的な場所で活躍できる人材を、うんうん、人材にうん、うん、なれたらいいなって思ってます。いや、めぐみさんはすごく多彩な方だし、マッサージセラピストとしてももう資格もお持ちで、すごく知識がね豊富だし、あとそれにフランスの知識も豊富だし、はい、ありがとうございます。でこういうなんか明るい方だから、すごくこうなんかフランスとか日本とかいろんな国の架け橋になるのにはすごいちょうどなんかぴったりな方じゃないかなとありがとうございます。ね、思うので、これからもぜひ、頑張って、7年後にはもうすごい、成功して、成功を目指して頑張っていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ最後にですね、翻訳塾を、はい、検討してらっしゃる方とか翻訳者になりたいと思ってる方に何かアドバイスとかメッセージがあればお願いできますか。はい、私みたいに海外に住んでる人で翻訳に興味がある人はおそらくたくさんいると思います、うん、っていうのは、日常的に外国語を使って生活をしている方がほとんどだと思うので、そういった日常の経験とか知識を仕事にしていきたいって思う方に、もうこの優しい翻訳塾は本当におすすめです。っていうのはインターネットを使って日本や世界中から参加されている、これから翻訳者になりたい人や、もうすでに翻訳をされている人たちがこのコミュニティにはいるので、皆さんで助け合うことにもなるし、あとはモチベーションがすごく上がると思います。で、一気に自分で勉強しているよりも翻訳業界のことがもう本当にすごい分かるようになるので、でここからスタートできるっていうのはもうスタート時点がすごく優位ですね。そうですだと思います。はい、あとは、成功している翻訳者の方から実際に学べる機会ってそんなにないので、テキストで勉強するのも大事ですけど、こうやって実践的に先輩の翻訳者の方についていって、でどういうことかっていうのを手取り足取り教えてもらうっていうのはすごく貴重な経験だと思いますので、皆さんぜひ優しい翻訳塾に来てくださいありがとうございますはい、めぐみさんはこれから日本に行かれたりとかするみたいですけれども、これからも翻訳塾のコミュニティにも出入りして、いろいろと交流を続けていっていただけたらと思っています。なんか他にも何か力になれることがあったら、いつでも声をかけていただければと思います。はい、日本でもフランスでもこれから頑張って、はい、大きな、もしかしたらアメリカに行くかもしれないですけど、そうですね英語圏もちょっとあれですけどね、楽しみです。あと今実は、名前忘れちゃった、グアダループ、はい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 、あそこフランス領なんですよね。アメリカすごい近いんですけど、あそこもちょっと考えてます。あ、そうですか、うん、あそこに行けば多分アメリカと同じタイムラインっていう。じゃあもしアメリカに来られることがあったら、はい、ぜひお立ち寄りください。ぜひぜひ遊びに行きます。はい、はい、
じゃあ、これからも応援していますので頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました、はい。今日はどうもありがとうございました。はい、失礼します。